滝沢秀明がファミリーと築いた飛べの基礎、三宅県、北山博光、ナンバー、アイ、イムプラヒ役の一年を総括。自由で新しい次のエンターテイメントの形に挑戦します。これは飛べのオフィシャルサイトに記載された滝沢秀明の言葉である。 叶えたい夢や挑戦したいことがあるとして、それが今いる環境ではできないと感じたとき、実際に行動を起こすことは決してたやすくはないだろう。迷いや不安はきっとある。しかし、そんな中でも実際に足を踏み出したのが、滝沢や飛べ所属アーティストたちなのだと思う。自由で新しい次のエンターテイメントの形を求めて、2023年に動き出したとべ。 設立から現在までの歩みを改めて振り返ってみたい。滝沢が株式会社トベの設立を発表したのは今年3月21日のこと。自身のオフィシャル x 旧ツイッターアカウントで音声サービススペースを通して僕はやはりもう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました。 都新会社設立を報告し、続けて所属アーティストを募集するオーディションの開催も発表された。飛べ、to b には空になるという将来を表す意味があり、ローマ字読みをすれば飛べ、飛べとなる。新しい時代を作るために大きく飛び立っていくのだという思いが伝わってくる。設立からおよそ4ヶ月後の7月。 二日に三宅県、7日に平野潮と神宮寺雄太、十四日にイムップ、佐藤真、紀春ュ鈴木大河、影山拓也、松井荘、横原祐樹、陳大河の所属が、それぞれ飛べの YouTube 生配信にて発表された。続いて、八月十六日に大統立樹、九月十七日に北山博光が所属を発表。 そして、10月15日には、岸優ユタが所属を発表し、平野と人流寺と共に、ナンバーアイが結成された。それぞれの所属発表に至っては、YouTube での生配信予告を含めた形で、当人たちのシルエットや体の一部を映したティザー映像が公開され、あの人かと予想して盛り上がれるような演出を施していたのも印象的である。 渡米の所属に関して、三宅は後に自身の YouTube 生配信にて、挑戦し続けるためには場所を変えたりすることは必要、と語っていた。北山は所属発表時に、覚悟を持って、こうして立っております、と語っていた。新しい環境に身を投じることは、誰だって怖いはず。それでも、新たな道で挑戦したいことがある。 トレに所属したアーティストたちの姿を見ていて感じるのは、そんな強い信念と覚悟だ。彼らは SNS を積極的に利用している点も特徴的だろう。元をたどれば、滝沢も昨年11月に X、o、アカウントを開設し、プロフィール欄でのコメントや画像の上下が逆になったメッセージ画像を投稿するなど、ユーモア溢れる行動で話題を集めた。 その後も彼はインスタグラム、すれず、TikTok と複数の SNS アカウントを取得している。今思えば、彼自身が先行して SNS を通したファンとのコミュニケーションのあり方を模索していたのかもしれない。三宅、北山、ナンバー、愛、イムップはそれぞれ YouTube チャンネルを開設し、三宅、北山、平野、神宮寺、岸は個人でも SNS アカウントを持っている。 YouTube での配信コンテンツに積極的なのは三宅とイムップ。三宅は週に2回生配信を行っており、イムップもキャンプやゲームを楽しむ動画などをコンスタントにアップしている。テレビ番組や雑誌で目にするのとはまた違う、より素に近い状態の彼らに触れることができる。インスタグラムを利用している平野と神宮寺は、 旅先などプライベートの姿を見られるポストのほか、インスタライブや質問募集を通してファンとの交流を楽しんでいる。ナンバー・アイメンバーで唯一 X アカウントを開設した騎士も、料理を至近距離で撮影した写真や、3614、神よ、という暗号のような投稿、びっくりマーク多めのテキストと、彼らしいユニークな投稿で和ませてくれている。 彼らが見たもの、触れたもの、感じたこと。何気ない出来事が SNS を通して発信されることで、同じ世界に生きていると実感して嬉しくなるファンも多いのではないだろうか。ストベ全体で言えば、今年7月の運営開始以降、所属アーティストによるリレー方式でメッセージが配信されているオフィシャル LINE アカウントや、11月25日に初回が配信された YouTube 番組。 郵便も挙げられる。こちらは所属アーティスト全員で行うことで、普段はなかなか見られないメンバー同士の交流も見えてきて微笑ましい。こうした SNS での発信によって、私たちは彼らのことをより身近に感じられる。そして、彼ら自身が楽しんで利用しているのはもちろん、ファンがどうすれば喜んでくれるのか試行錯誤している優しさも垣間見えるだろう。 ナンバーアイの楽曲リリースそれぞれのコンサート活動への期待、楽曲のリリースに関しては、特に活動的だったのがイムプオダール。8月18日に世界同時配信された、クルージンは、トベアーティスト発のリリース作品となった。 さらに、9月15日にセルフタイトル曲、イムップ、10月13日に、スイッチインク、11月8日に新曲も収録したファーストシングル、クルージングイムップの CD リリース、12月8日に、I Got It! と、1ヶ月に1曲をリリースするというハイペースぶりだ。そして、12月2日には、京セラドーム大阪にて行われた、DUNK。 ショーケースインキョーセラドーム大阪音楽番組ベストアーキスト2023日本テレビ系への VTR 出演を果たし、そうじて彼らの怒涛の勢いが感じられる。三宅も9月22日にはトベでのリリース第1弾となるデジタルシングル曲レディートゥーダンス北山は11月17日に乱心乱心をリリースした。 ナンバー・アイはまだリリースがないが、インタビューなどで、ライブがしたい、と語っている彼らだけに、歌声が聞ける日も、そう遠くないはずだ。楽曲リリースの後に続くのは、もちろんコンサート活動だろう。5年後イムップで単独ドームツアー、と夢を語っていた影山。ナンバー・アイ結成発表時に生配信を行った場所でもある東京ドームについて、 今度はまた違う形で戻ってこれたらいいね、と話していた平屋。単独ライブはもちろん、様々な音楽フェスへの出演、さらに、ドゥービーンのように所属アーティストが集結するコンテンツを発信している点を踏まえれば、トベファミリーでの合同コンサートも考えられるかもしれない。それぞれの音楽活動が始まった2023年。2024年は、 直接彼らの姿を見ることのできる機会があることに期待したい。こうして振り返ると、様々な大きな動きがあったものの、それでも飛べは設立してまだ1年にも満たない。2023年は序章に過ぎず、今後も楽しいことが待っているのではないだろうか。鳥は長距離を飛ぶ際に、初めに高く飛ぶと聞いたことがある。高く飛ぶ時は苦しいし、体力も必要だが、 その先で上昇気流に乗ってしまえば、あとは長く飛び続けられるのだそうだ。新しい時代を作るために、これからも強く高く飛べ、飛べ。2024年以降も彼らの飛躍に期待が高まる。金沢真由。